アルモウハスキーです。さあ皆さん、今回は第6824回嫁ドッキリということでね、今回のドッキリですね、嫁にプレゼントしちゃいましょう。まあ嫁がね、お仕事をする机っていうのが今現状ないので、それをちょっとプレゼントしてあげようじゃないかということで、せっかくなんで DIY をしてね、自分で作ってやっていきたいと思います。今回特別にですね、強力な助っ人をお呼びしております。初期からねご覧いただいている方は知っているかもしれませんが、私のまたいとこのワンコロ君ですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はね、いろいろ作るということで、あ、1個だけですね。あ、そうですか。机だけですね。あ、そうですか。はい、まずラックを2つ作りました。机の4本の足の代わりに、まあ、このこういうねラックを柱にすると、まあここにね本とか収納しやすいかなと思って、2つのラックをこういう風に作ったので、この天板をこう乗せる感じ。まず荒削りします。60番で荒削り。何60番？あ、この粗めな荒さ。次80番でやってって、で仕上げでちょっと仕上げにしたらちょっと粗いけど100番で。そうですね。窓からいきますね。波動削りのハスキーと僕は戦国時代の時呼ばれてたんです。まあ戦国時代といえばね、家族削りのハスキーっていう時代っていう風になる。ハスキーっていうと家族削り、早削れ一応ね、嫁が仕事する時全部ラップトップなんですよ。だからこうラップトップが縦ちゃんと幅入るようにっていうので、あとお手紙、早手動かすお前が喋れば喋るほどな、お前の嘘なんねん僕これあんな日当はな日当早終わってなんもないこれそうやな、こういうお仕事って昼上がりとかもあるから、その分日当特お前何時や思てんねん、もう昼に終わる思てたもうええやろ、ひっくり返そう、繰り返そう。荒削りだけでもええかで、荒削りの後は何があるの？細削りがある。細削りみたいな、それはもっと繊細にツルツルして、今100番用意してる。番号で言うの分からんねん この後100番が100番がある100番が待ってる。100番やって、で表と側面をベンチに塗っていく感じ。そうそうそう、今こんな感じで削っていきました。多分それぐらいやったら嫁さんそげささない。これが細かい方ね。そうね、全然ちゃうあ最近なんか嫁さんとどっか行った？あんねんあんねん、なんか暇になってきたら口動かし始める親方おんねん。そういう節があるんじゃん何人も見てきた。午前中は手動かせてプリプリしてるくせに、飯食ったら元気ないだって口がチャシュなってくんねんもう昼過ぎたらもうええ加減になってくるんだ。そう、大体こう、ええのを書くようにどこまで信じていいんかわからへん知らんやつに嘘を吹き込むっていう簡単やからなでバカ真面目にやってたら何やってんのみたいなあるから、まあ、窓拭きもええんかと思うな。もうええ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 十分や。ちょ、キリやでこれ、ほらおー、トゥルルルトゥルトゥルルやる親方、塗り方に注意とかないですか？あ、もう勝手にやってくれて、ガツッとやっていいですか？うん、もう勝手にやって、表面っすよね。え、多分な。あー、すごい気持ちいい。あー、いいね。もう大体仕上がるので、あとは乾かす作業に入ります。
ほんまに親方やん。休憩や。コーヒー飲もう、コーヒー。おんねん。若干控えめな親方の優しいやつ。そう。休むの時に休んどけよ。ええやつかよ。やっぱりええな。休憩の時のコーヒーがいっちゃうまや。あかんねん、まだ動いたら。親方や。切られよ。さっき休み言ってたの。休憩終わりやで、いつまでコーヒー飲んでんねん。おるやろ、こういうの。こういう感じでやってったらいいんちゃう。ほらほらほら、おすげえ。子供の夏休みみたいな。やばいなこれ。うわ、おそうそうそう、いいねいいねいいね。おー、いいね。こんな感じでございます。こちら、ワックスを塗ってからですね2日置いておきまして、今実家でこれ乾かしてたんですけど、2日経って今嫁が外出中にですねちょっと運んできました。こういうところに、まあ、本とか置けるようにしておりますと。で、ね、やっぱりワックス塗ったら木独特のちょっとこう突っかかる感が全然なくなって、もうスルスルですね。はい、いい感じにヴィンテージ風に仕上がっているのではないでしょうか。で、さらにですねこいつをつければこういう風にライトがつくというわけですね。で、ここに置いてる理由としては、現状嫁ちゃんはですねノートパソコンで仕事してるんですね。ダイニングのテーブルだったりリビングのローテーブルで仕事してるんですけど、結構僕が Excel とかこうアナリティクスとか仕事のやり方を教える部分も結構多くてですね、質問があるたびにこっちに来てはあっちに行って操作したりっていうこの往復がめちゃくちゃ多いから、この書斎に置いて毎日処理に仕事しては、まあ、効率的にじゃないかと。あと向こうね、やっぱりこの上からのライトがないからね、これこれこれは喜ぶでしょう。それでは嫁の帰りを Wait しましょう。こいつ来てください。何何ですか。あ、あの作品何何。あんたいつもね、うん、僕に仕事のやり方を聞くじゃないですか。はい。で、ああいうローテーブルだったりハイテーブルで仕事をやってきて、はい、僕のいつも書斎に来ては、はい、で戻ってでまた来てはそのやり取りが、はい、めんどくさいですよね。ワンコロと、はい、DIY で作りました。なにこれ。完全に自分たちで作りました。そこに本とかも入れられるし、手紙とかも入れられるし、すごい。なにこれ嬉しい。で、あなたねやっぱりお手紙とか書くときに、うん、ライターが欲しいって言ってたじゃん。うん、俺上これつけたりできるから。すごい。ちょっと座ってみて、これいい感じじゃない。すごい。作ったの。そうや、作ってコーナー行って。すごい。すごい。でもともとこれ左右の柱はラックなのよ。もう嬉しい。これ上だけ、天板だけ一枚板を買って、ありがとう。白いペンキを上塗りして、うん、これヴィンテージ風に仕上げたのに茶色のやつを塗ったら、うん、ほらこれかわいい。すごいでしょ、あの木のさ、うん、年輪っていうの。一緒の。そう、ちゃんとちゃんと。そうだからこうしたらさ、うん、あなたがこうエクセルとかで分かんないことがあったらさ俺にすぐ聞けるじゃん。すごい。だからこうやって一緒にお仕事できたら効率的でしょ、うんうん、でこれの幅もねちゃんと、ノートパソコンのここを測って、う
やったし、これ左右がちょっと広いことで大きいものも楽でしょ、お手紙とかも書いたりできるしさ。いつの間にこんなどうですか。嬉しいです。これ嬉しいでしょ。嬉しいです。あのワンコロくんにもちゃんとお礼言っといてね。うん、嬉しい。嫁ドッキリ大成功ですかねこれ。うん、今回、あの令和1号のドッキリとなりますけれども、嬉しい。これいい令和のスタートじゃないですか。うん、ありがとう。それではアスキーと嫁でしたばいばいー